でも学校で泊まるっていう経験ができたのはおもろかったな。ね、面白かった。面白かった。あとは、うん、その、なんか、学校でなんかやるのはおもろかったわ。ね、でもこれ泊まった次の日、雨だったよね。雨だった。そう。雨だったから校庭使えなかったんだよね。校庭、そう。そう。これ、びしゃびしゃだった。あの、後ろめっちゃ霧がかってると思うけど、これあれなんだよね。雨降った後の。帰り雨だった。帰り雨だったからさ、結構な雨だったよね。結構雨だったよ。結構雨だったの。で、運動場使えないってなって、あーっつって、運動場使えないかーっつって。そうなのよ。そう、ちょっとここだけは残念だったけど、まあ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 、うん、またなんかね、やりたいね。ね、晴れの日に。晴れの日にね。ね。いや、次はもうキャンプでしょ。キャンプいいなぁ。キャンプっしょ。ゆるキャンしよう。いいね。おぉ。テント張って。テント張って。まあ、安全なとこでね。テント張って。安全なとこで。うん。グランピングとかも楽しいんだけど。うん。なんか、なんだろうな。あれやりたい。よく、その、うん、YouTube とかで見る石を焼いて、うんうん、その焼いた石で肉焼くみたいな。あー。ワイルド。ワイルドなことをやりたい。いいね。おー、やりたいね。で、薪をしたい。薪、うん、焚き火。あ、いいね。確かに。でも、なんだかんだでバーベキューがしたいんで、バーベキューが。いいね。そう。やりたいよね。ね。ただもう冬。朝ごはんとか食べて。うん。ただもう冬なんだよな。冬は無理だ。うん、寒い。冬なんだよな。風邪ひいちまう。そう。やるならね、もうちょっとね。いつぐらいがいいんだろう。やっぱり9月、10月、10月いっぱいまでじゃない？さすがに11月、12月はちょっと寒くなってくるから、うん、あと乾、あ、でも火は燃えやすいかもね、乾燥してると。ああ、そうね。そういう意味では、冬キャンプいいかもね、夏よりかは。うん。うん。あと虫が出ない。虫もいない。そう。だから、寒ささえ平気だったら多分冬の方がキャンプ向いてるかも。うん、私は全然、寒さ平気な方だから、うん、うん。冬でも全然いい。くっつけばなんとか。あ、言ったね。お、人肌で。人肌で。はい、獅子肌で。獅子肌で。なんとか。あ、じゃあ沖縄行ったらまだあったかいから沖縄行くか。あ、沖縄いいね。そう、沖縄でじゃあちょっとキャンプ体験を次やりましょう。